新式英傑装備縛り。どうも、イリです。ゼロから始める新式英傑装備縛りで、ライネル5連戦と戦っていきたいと思います。それじゃあ、レッツゴー。ということで、やっていきたいと思います。今回もね、かなりハードになるんじゃないかなっていう予想になってるんだけど、まずはじゃあ、防具からいきたいと思います。防具はですね、結構悩んだんですが、もちろんね、胴体に関しては、新式の英傑の服を使っていきたいと思いますが、頭とズボン。今回は、こちらにしようと思います。まず、頭が、ハイリアのフード。そして、ズボンが、ハイリアのズボンですね。で、ハイリアのフード70円。こんなに安かったっけ？僕、手焼金初めてやった時、この装備が目に入って、めっちゃかっこいいじゃんと思ってさ、買おうと思ったけどお金がなくて買えなかったイメージがあったんだけど、こんなに安かったか。で、そしてハイリアのズボンが120円ですね。これも安い。 OK、 ありがとうございます。これで一気に防具がもう2つも揃ったね。だからラストは新式の英傑の服なんだけど、これ僕以前ね、動画で実は取りに行ったことがあって、メインデータの方で。ただあの時はね、直接向かっちゃったんだよね。そう、場所だけ教わって直接取りに行っちゃったから、今日はせっかくならね、ちゃんとストーリー性も込めて、果ての村にある元リンクの家から行きたいと思います。ということでレッツゴー。っていうか僕が多分ブレワイ遊んでこの家のねことを知って以降、ティアキンでこの家来るの初めてかな、もしかしたら。桜田さんいない、ここに。あとあれがない、看板がない。リンクのお家って書いた可愛い看板、あれないのか。結構気に入ってたんだけどな。うわー、こんなんだった気がする。誰？誰が飾ってあんのこれ。さあ、で、確かね、ここの宝箱が、紙留めだった気がすんだよな。ちょっともしかしたらまたどっかの企画で使うかもしんないから、今日は開けないんだけど、じゃあこのね、日記から見ていこうか。厄災が過ぎ去っても、災いの跡は残されたまま、復興計画を進めてはいるが、問題は山積みだ。各地の調査にも、リンクは護衛についてきてくれた。おかげで彼の服はボロボロだ。なので、新しい英傑の服をあつらえた。せっかくなら、彼の驚く顔が見てみたい。見つからないように、玉座の間に隠しておこう。食材が鍵になっているとはきっと誰も思わないはず。ということで、ミニチャレンジ、新たなる英傑の服。そっか、あれ隠したのってゼルダの仕業なのか。ゼルダの遊び心で玉座まで動かすの結構すごいな。それじゃあハイラル城行きましょうか。さあ、ここだね。ここだ。まさかここが動くなんて思わなかったもんな。どうやって仕掛けたの？絶対ロベリーあたりに多分協力してもらってるでしょ。よいしょ。さあ、これで開いた。それじゃあ、オープン。OK、ありがとうございます。新式英傑の服。ハイラル王家から認められた英傑が着用した服に、肩当てなどを増やし、旧式からより冒険に適した改良が施された最新式の服。いやー、いいよね、やっぱ。うん。フードで絶対良かったと思う。もちろんね、青い髪留めもいいんだけど、フードもいいよね。で、実は、新式の英傑の服に関しては僕メインデータの方で強化したことがあって、どんな素材が必要かはね、実は知ってるんだよね。そう、で、多分大変なんだよ。多分大変だから、もう最後になるかな、きっと、集めるのは。だから、先にね、このズボンと頭の装備を確認して、強化していこうか。そんなに大変じゃないと思うんだよな、多分だけど。せーの、ポン！いやー、いいね。ボコブリの角か。さあ、第一段階ハイリアのフード。第一段階ハイリアのズボン。さあ、てか、英傑の服、見てないね。とりあえず見てみるか。いきます。せーの、ポン！いや、そうなんだよね。そう。白竜の鱗、白竜の素材が必要になってくるんだよ。と、姫静香か。白竜の全部の素材が、それぞれなんか2、3個ずつ必要だったと思うけど、第1段階目で2個だから多分2個ずつかな、全部。難しくないんだけどね。時間がめっちゃかかるって感じだよね。そして、じゃあ第2段階強化の頭とズボンを見てみようか。せーの、ポン！大丈夫、大丈夫。大丈夫。僕には E 型装備の経験があるから、なんかボコ系が結構必要になってきそうだね。じゃあ、ちょっとボコちゃん買ってこようかな。おっと、待て。うわ、みんな、ついに、白銀ボコブリンが出るようになった。前回のキンググリオークを倒してからかな。今まで見たことなかったけど、白銀出るようになったか、ついに。じゃあ、ライネルとかも白銀いるか？ちょっと一応ね、一応倒しとこう。ワンチャン多分使うんだよね。いや、勝った。白銀かったいね。待って、みんな。またナット歩いてきたわ。ちょ、もうたまには触れない。一切。あ、でもちょっとこっち、ちょっとだけ興味示してくれた。でも彼が振り向くことはなかった。かわいいな、二人して寝てて。さあ、よろしくお願いします。ボコブリン系ね、白銀も結構倒してきたから、白銀系も必要であってほしい。オッケー、二段階ハイリアフード。二段階強化ハイリアのズボン。さあ、ということで、第三階強化目は何が必要なのか。せーの、ポン！ああ、やっぱり、ボコブリンか。あ、しかも黒ボコの角を僕持ってるな。持ってるし、ボコブリンの肝も持ってるか。ただ、琥珀40。また琥珀集めしなきゃいけないの。ということは、またイワロックか。もうイワロック僕何体殺せばいいんだ。じゃあ行ってきます。
というわけで、3段階強化ハイリアのフード、3段階強化ハイリアのズボン。ということで、じゃあ最終強化だね。最終強化の素材を見ていきたいと思います。せーの、ポン！いやー、そうだよね。やっぱり白銀ボコブリンの角と、あと肝か。肝がちょっとないね。で、琥珀。琥珀、60じゃん。次。OK、じゃあこれも集めてくるか。岩ロック倒しすぎてさ、岩ロックハンマーが大量生産されてるな。やばい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 、最悪最悪。こいつら足早いんだよ。捕まんのはだるい、捕まんのはだるい。じゃあね。なんかすごい哀愁漂ってるな。いた、よーし、オッケー、たまりました。意外とすんなり来れてて嬉しいな。いつもより時間がかかってない。ということで、じゃあズボンと頭に関してはこれで最終強化になりますね。さあ、第4段階強化ハイリアのフード。4段階強化ハイリアのズボン。ということで、とりあえず防具に関しては残りね、この新式英傑の服だけになったんだけど、白竜のね、素材が必要になってくるんですよ。僕の今のこのデータでは、一つも村の異変を攻略したりだとか、地底にいるファントムガノンを倒しに行ったりとか、っていうことをしてないデータなので、ね、めちゃくちゃ高いところにいると思うんだよね。本当にね、すごい高いところにいるから、まあ、ゾナーギアとかを使って、まあ、なんとか頑張って白竜のところまで行く必要がある。それこそ僕が初めてマスターソードを抜いた時みたいな感じになるんじゃないかな、多分。ただね、スタミナは2周分があるので、とりあえずマストが抜けるので、なので、ちょっと先にね、弓と剣と盾。この3つをね、揃えちゃおうと思います。ということで、じゃあまずは、弓と盾からいこうか。で、弓に関しては、ちょっと結構悩んだんだけど、結構リンクのイラストとか見てみるとね、旅人の弓を持ってることが多いんだよね。だから今回はちょっと旅人の弓でいこうかなと思います。ありました。これだね。旅人の弓。前回ハイラル城でもこれ見つけた時、旅人縛りじゃないと使えないって言ってたけど、まさかここで使う機会が来るとは思わなかったな。じゃあ旅人の弓をゲットして、次はじゃあ盾をね、取りに行きましょうか。盾はもう、アイリアの盾を使っちゃいたいと思います。じゃあ入られちゃう、行きよ。さあ、こっからだったかな。で、中にあいつがいるから、正気の手がいるんだけど、多分あの辺から出てくると思うんだけど、前ね、あっちから登ったら、バレずに行けたんだよね。だからちょっと今回もバレたくない。ここから行きます。見えてきた、見えてきた。オッケーオッケーオッケー。これなら手にバレないから。ただわかんない。取るときバレた気がするけど、もう取ったらそこ逃げようね。じゃあ食台に火をつけて。来ないね。正気の手。取っちゃうか、じゃあ。よし。盾ポーチいっぱいだ。ありがとうございます。ハイリアの盾。ありがとうございます。じゃあ、これで、てか、なんで僕上半身着てないんだ？オッケー。これでじゃあ、盾と弓はオッケーなので、あとは、剣ですね。マスターソード、行きましょうか。たださっきも言った通り、白竜がね、相当上にいるので、僕の今のね、バッテリーの量が、ちょうどね、1個分しかないので、大きなゾナエネルギーをいくつか確保しておきたいんですよね。そしたら、やっぱここしかないか。ここしかないけど、まだ、そうだよね。まだここのイベントやんないと、あそこ陳列されないのか。おめえらだろ。来た、甲賀様。さ、倒してっか。でも甲賀様何気に使いこなしてるよね。ゾナウギア。僕多分そんな立派なもの作れないもん。オッケー、倒しました。オッケー、オッケー、陳列されたね。じゃ、こっから大きなゾナエネルギー大量に買っちゃおう。だからこんだけあれば、さすがに大丈夫だと思う。さあ、一番上まで来ました。こっからだったら、高さ的にはね、この場所と同じぐらいだった気がするんだよね。あとは、どこを飛んでるか。ちょっとしばらく待ってたいと思います。その間にちょっと操縦桿でも作って待ってようか。僕、上手なの作れないと思うから、多分。これ逆だね。お、いいんじゃない？結構いい感じにできた。あ、来た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 。来ました来ました来ました。オッケー、準備して準備して。この発着場から行こうか。若干曲がってるか？気のせい。いやー、でもこの企画でマスターソード抜けるか。いや、ボケ、あ、だからな、何本目？人生で何本目だろう。ティアキン、薬剤、ブレワイ。一応、スカオも、うん。スカオも抜いたな。あれは抜いたに入るかわかんないけど。4本だね。5本目か。よし、それじゃあ行きます。さあ乗って。で、もう大きなゾナウバリーも食べちゃいます。めっちゃ右に傾く。やばい。見て。血管すぎるこれ。白竜もこっち向いてくれた。今からそれ抜いちゃうからね。いけるよ。そろそろだ。オッケー、飛び乗る。よいしょ。さあ、着地して。オッケー。うわー、やっぱかっけーなー。それじゃあマスターソード入手していきたいと思います。ありがとう、ゼルダ。掴む。ハートは大丈夫だもんね。スタミナだけだよね、確かね。さあ、うわー、懐かしいな。長押し掴む。さあ、2周あれば足ります。ありがとうね、ゼルダ。さあ、行くよ。行っちゃうよ。あともうちょっと。あともうちょっと。オッケー。
や、かっけー。てか、マスターソードのデザインってさ、ゼルダが直したところ分かるようになってるのか。あ、ちょっと模様残ってるんだね。気づかなかったこれ。ありがとうね、白竜。また素材取りに行きます、後で。さあ、ということで、マスターソード、無事ゲットしました。白竜から引き抜かれた伝説の大魔の剣、悠久の時を得て、深い傷を癒し、魔王に対抗している新たな力を宿した。ということで、揃いましたね。なので、あとは、ちょっと待って、また僕だから白竜の上乗んなきゃいけないよね。やべえ、忘れてた。てか、素材から集めた方が良かったな、もう。ラストね、新式の英傑の服の強化だけになりましたので、そちらやっていきましょうか。ということで、姫静香を取りに悟り山のところまで来たんだけど、確かここめっちゃね、そうそうそう、姫静香あるんだよ。で、結構姫静香必要になったと思うから、ちょっと今のうちになるべく集めておきたいけど、かなぁ、おそらく。これで25個あるから、多分足りるんじゃない？で、あとね、火だまり草も確か必要だったはずだから、火だまり草も取っておこうか。よし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 。ということで、もう素材全部集めていきましたよ。もう撮影以外に。ということで、まず第1段階目の新式の英傑の服。第2段階目、ありがとうございます。第3段階目、ありがとうございます。第4段階目、ありがとうございます。さあ、ということで、こちらが今回ライネル5年生に挑む装備。新式英傑のシリーズ装備でございます。いや、様になってるね。ちなみに防御力で言うと、72か。ハイリア兵シリーズが確か84とかだったから、まあ、それに比べると多少劣るかなっていう感じだけど、高いね、非常に。で、あと最後にね、ちょっと料理も作っていきたいんですが、料理どうしようか。兵士シリーズの時は、その場で焼き上げたお肉だったから、まあ、ちょっと野菜とかお肉とかフルーツとか、健康、なるべく健康そうなものにじゃあしてみる。まずじゃあ、お肉と、まあ、なんかハイラルソー、こうキャベツね。ハイラルだけとか、まあ、キノコ類。で、まあ、フルーツにリンゴとかだから、こんなんで料理できるかな。包み焼肉。フルーツも、野菜も全部消えた。あー違うわ。香りの良い山菜を包んで、焼き上げた蒸し焼きって書いてあるから、そういうことか。ちゃんと一応使われてはいるか。よし、ということで、正気回復がこのぐらいと、お肉ですね。このぐらいあるから、まあ大丈夫じゃないかな。早速、ライネル5年生の会場まで行きたいと思います。レッツゴー。ということで、闘技場まで来ました。で、今回の一応作戦なんですけども、剣がこのマスターソード1個しかないんだよね。覚醒はしてるとはいえど、やっぱね、耐久値的にそこまで多いわけでもないので、乗り攻撃がメインになってくる。だけどね、攻撃力もま、30でそんなに高くないから、最初はまずラッシュを取って、ラスト1回、あと1回で武器が壊れるところまで持ってって、その後乗り攻撃をしていくっていう感じでしようかな。で、最後の鎧付きの白銀ライネルに関しては、弓に岩みたいなやつ壊せるものをスクラビルドして、それで壊すのはありにしようか。よし、ということでやっていきましょうか。レッツゴー。さあ、まずはマスターソードを壊れるまではラッシュ決めてもいいかな。そう、ラッシュで攻撃していいんですよ。さあ来い。ういっ、これってさ、強くなってんのかな、マスターソードって。正気相手の敵と戦う時ってマスソ強くなるんだっけこれ。いやでも赤髪でも結構攻撃しないと倒せないんだね。こ、待って、これチャンスだから顔狙って乗るか。炎攻撃の時は乗り攻撃のチャンスなんでね、めっちゃ。はっ、ちょっと待って、気をつけて。あと一発から、ちょっと待って、今何回攻撃した、やべえ、わかんなくなっちゃった。ただ倒せました、まず赤髪ライネル。次が青髪。あと一回いけんのかな。いや、わかんない。それってさ、なんかわかる方法なかったっけ。でもさ、これ壊れたらさ、10分間ここで放置っていうか、頑張って逃げ続けなきゃいけないわけじゃん。そうだったらまずい。もう行くしかないか、これで。あと一回ぐらいいけそうな気がするけどな。さあ、このタイミングは隙だらけ。ミスター、これチャンスじゃない。ナイス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 。さあ、1、2、3、4、5、6。ただね、攻撃回数がどんどん減ってっから、乗り攻撃の弱点は1、2、3、3回だよね。3回になってくるんですよ。突進攻撃の時は素早く乗ればいけるんだよね。そう、だからチャンスは2回ある。炎攻撃と突進攻撃。来た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 。よいと。あ、この隙、この時もさ、顔ちっちゃくて無理。いけるいけるいける。ああ、ナイス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 。お、待って、なんかいけんだ。怖い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 。これたまにさ、勢い余りすぎてさ、バチン誘拐行く時あるから怖いんだよな。ちょっと体験持ちはこの時も好きなのか。よいしょ、いいねいいねいいね。好き多いわ体験。さあ1、2、3。ただ青髪ですら結構これだけ時間がかかるとなると、白銀とかっていうのは結構やばいね。最悪だ。え、うわ、待って、今さ、うわ、一回押しちゃったんだよ。押したらダメか。癖で押しちゃったな、今。ということは、つまり僕、今から10分間逃げます。
この時乗れるのか。顔つかなくても乗れそうだったね、今。いいことしたな。さあ、残りあと2分ぐらい。もう相当ムカついてるだろうな。うろちょろうろちょろしやがってって。すごい宝箱が邪魔そうなんだよね、さっきからずっと。さあ、5、4、3、2、1、OK、来ました。さあ、お待たせ、来年ちゃん。あ、ねえ、やっぱさ、乗ってる時になんかバチンバチンってなる時とならない時があるから、なってる時が残りあと1回で壊れる合図なのか。OK、さあ、青髪ライネルも倒せました。次が、白髪ですね。さあ、槍か。槍がね、結構、僕嫌いなんだよね、一番。さあ、そろそろじゃない？ちょっと気をつけよう。このあたりが。いや、待って。まだ、あと一回かな、多分。あと一回いけると思う。ただ、一回怖いから、一回乗り攻撃して、確かめようか。バチバチ鳴ったらこれで終わり。あ、バチバチしてない。ってことは、あと一回いけんな。一回、あと一回だけだからね。さあ、来い。さあ、ナイス。一回だけ押した、今。これで終わり。で、乗り攻撃をして確認をしたいね。さあ、どうだ？オッケー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 。さあ、来ました来ました。いや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 、当たってるよ、絶対当たってるよ、それ。いや、顔じゃない、今のも。お、倒した。さあ、白髪ライネルも倒せました。いよいよ、白銀ライネル。さあ、こっから HP めちゃくちゃ多いからね。うわ、しかもそっか、盾持ってんだもんね。うわ、危ねえ、怖っ。それ突進じゃないんだ。外すなよ。耳じゃん、今の。顔ちっちゃいっていうか。待って、そろそろ白銀ライネル倒しそうだから、攻撃のしすぎで壊すの気をつけようか。バジーン行くんだから、マジで。勢いつきすぎると。さあ、1、オッケー、倒した。さあ、白銀ライネル倒せました。残るラスト、ごついやつ。この子の時だけ、どれだったら壊せるんだろうな。この彩覚いけるかな？試してみるか。いや、ちょっと待って、弾でか。白髪ライネルの彩覚をスクラビルド。あ、壊せる壊せる壊せる。じゃ、これでいこうか。ちょっとゆっくり、一発ずつ確実にいこう。いや、怖い。怖い。あともうちょっとで削れる。オッケー、削りました。さあ、こっからはもう、あとは普通のさっきの白髪と一緒だから、ちょっと剣にハンマーがついてるぐらい。ただね、このハンマーでかすぎてさ、顔狙えないんだよね。顔見えなくて。さあ、あともうちょっと、あともうちょっと、いけます。このままなら、最後はでも、バチーン行きたいけどね、最後。ラッシュでバチーンで決めようか、最後。ただ、あと一発。いつになったらあと一発になるかが、ちょっと難しいな。わかるかな。まだいけるよね。もうちょっと攻められる。バチン、バチン。いやー、もう、あと一発くらいじゃない。もう。じゃあ、あと一回だけ、背中乗って攻撃しといて。いや、もう一回いける？めちゃくちゃチキったやつだった今。ということでですが、無事に新式英傑装備縛りでライネル5連戦討伐成功いたしました。まあ、武器が武器なだけにね、今回は今までに比べたらね、かなり楽な挑戦だったけど、装備集めは毎回のように地獄だった。ということでまたね、次回も別の装備シリーズで挑戦したいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画を見てください。